今日からファイナルファンタジークリスタルクロニクルのゲームキューブの方のやつを実況していきたいと思います。で、このシリーズはいつも一人と撮ってるけど、ゲストとしてあの友達を呼んでるんで、はい友ですそうなんか友達の友、そう呼び名は友がいいらしい。僕のことはポって呼んでもらう予定なんで、そうそう、始めていきます。始めましょうあ、でもちょっとオープニング見よう。これいいオープニングやから。これ撮っとん？撮っとる撮っとる。え？いや、まあ見てくれ見てくれ。撮り直す。いけるいける。さあ、これから新たな冒険記を続けましょう。冒険記の名前はクリスタルクロニクル。まずは故郷となる村の名前決めるさ。あ、村の名前決めなあかんって。何します？動物の森みたいな村。お互いの共通点から取る村。前立腺村。いいよなんか、ティパがあれか。ティパはもうついたん消せるよティパ何々村にするじゃん
パから持ってこよう。ティパ無面もかわいいティパ無面もいいんじゃん。決定決定。ティパムメモ村、ティパムメモ村言いづらいけど1年目。あ、そう、なんか年数があるみたいな。いよいよ旅立ちの朝がやってきた。軽く気を引き張って旅の始まりはわざと感じていた。ガイド沿いに酔い無償な色おるよ。なんかおるよ、ね、ちょっと飛んでるよな。コバエがおるけどやめてここになんか前からおったけどコバエじゃあね、じゃあね、ずっとな、開けてたよ最近窓。暑いやろ。ここにキャンプを張って明日は日の出とともに雫を目指して進むそう何を入ってこんもん。あ、友達はここに大丈夫やった。はい、冒険に行きましょう。え、俺おる？だから多分、ポ、まあ、やりながらやった。うん、ポにしようかな。カタカナでしよう。ポ。感度がすごいいい、このコントローラー。ブラブラって動く。お願いします。あ、そう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 。で、うん、あのちょっと先説明したあの。職業的なやつ誰にしようかな。自分じゃあ魔法強いやつにする。リュークのクロマトにしようかな。お、かっこいい。ここまでエレファント出てこんねんな。うん、あー、なんかどれにしよう、どれがいいかな。なんかモノホーンがクロマトがいいな。違い分かった。え、結構違うくない？俺は分からんけど違う。これの、あ、なんかな、これな、おすすめのやつとかあったけど、僕なんか粉引きっていう言葉に憧れがあるから。粉引きにする。粉引きってなんかお薬屋さんやと思う。あ、なるほど。で、多分なんか押した？押しないよ。そうそうそう、あ、違う、ちょっと、世界が回るように世の中も回っていく。そしていよいよお前がヘナファンとして旅立ちを行ったのがエルボーズ。私が小さかった頃、おじちゃんがクリスタルキャラバンとして食べるって言ったら思い出すわね。アールダーメン、お前が帰ってきたら盛大な祭りを開いてやるからな。ゼベジアース、ちょっと読んで。なるべく早く帰ってきてね。テルね、アード。日本語が難しいよ、日本語。たくさん紅葉を作って待ってるからな。ああ、粉引きやからかな。粉引きの息子、こうは。あと家族の名前もなんか前が変わるみたいな感じです。名前適当じゃん、自分だけ。ポじゃん。ブルハチブユされたね。イベントかな。コスメご苦労である。いや、チバムメロの村のキャラクター新しく作ると聞いていたが、ユーミンをしたら分かんないかな。私はソウルラッキー城下町のキャラバンを知り合ってますし、我々のキャラバンの歴史を知るので、いや、もうその話はお手伝いします。知ってるツキンさん、ちょっといいかね。あ、違う違う、ティパムメモの村のキャラバンなんだ。やってくれ。こちらはスティルツキンさん。彼はこう見えて数々の冒険をこなしてきたベテランでね、我々もたまに指南してもらうことがあるんだよ。俺はただの旅好きモーグリさ。旅してると何かを特
詳しく、何かと詳しくなってね。今は旅の途中だけど、教えてあげようか。どうしようか、教えてもらう、うん、ところで君一人で戦うつもりクポ。それは大変クポ。よし、クリスタルケージは僕に任せるクポ。おそれはいい、モグに手伝ってもらいなさい。では場所を変えよう。あ、綺麗じゃん。砂浜じゃん、綺麗な。この世界についてこの世界は正気というものに追われていてとても危険だ。ん？何にこれ？正気に正気に触れ続けると体が傷つけやがて倒れてしまうだろう。絶対嘘。なんで？この正気がみんな守ってくれているのはクリスタルだ。町や村にはクリスタルがあり、その力によって正気を退けている。クリスタルの輝きを保つためには年に一度ミルラの雫をで清めなければならない。その虫が飛んでる。虫が飛んでる。すなわち、家立クリスタルキャラバンのためならさ、理解してる？うかもこのゲームちょっと知ってるからさ、分かってるけどやってること。うん、理解できた？うん。多分。そして、ミルラの雫を貯めるために使うのはクリスタルケージ。縮めて言うとケージね。ケージはミルラの雫を運ぶだけでなくキャラバンのみんなを正気から守る力がある。うん、ふるさとのためミルラの雫を貯める族は世界の各地にあるミルラの森を巡る旅だ。もちろんミルラの木にはたどり着くまでにはさまざまな守ることが必要があるだろう。ミルラの雫を村に持ち帰るためにケージに雫を貯めていくんだけど、ミルラの木から一度に取れる雫がちょっとずつなんだ。集めたミルラの雫がゲージいっぱいになるまでミルラの木をいくつか回っていかなければならないよ。一度雫を取ったミルラの木からは長い時で2年くらい次の雫が取れないから別の木を探して順序よく旅を進めていくらしい。世界はところどころで正気ストリームと呼ばれている強い流れによって遮られている。正気ストリームの流れを越えて次の土地へ進むには正気ストリームを持つ属性とケージが持っている属性を合わせて正気ストリームを突き抜けないとダメなんだ。属性には4つあるよ。火と土と水と風。火の属性のストリームを通るにはケージの属性も火じゃないとダメってこと。今のケージの属性はケージの光の輪の色でわかる。ケージの属性を変えるためにはどうすればいいのか。世界のあちこちにホットスポットと呼ばれる台が置いてある。この台の上にケージを乗せると乗せたケージの属性ホットスポットと同じのに変わるんだ、ケージの属性を通りたい正気ストリームの属性と合わせたら勇気を出してストリームに飛び込むんだ。それから一度ミルラの雫を組んだ場所なら馬車で移動するだけで属性を選べるようになるよ。ここら辺もやればわかるかな。うん、やっていきながら覚えましょう。先生みたいな。その二人でやろうと思ってたんけど、ちょっと調べてみたけど、二人でやるときは、一人がこれを持って、もう一人が一緒に行動するんやけど、あーでも俺はもう今日はちょっと引退したから